にちは、スレディカットです。今日はですね、質問いただきましたのでお答えしたいと思います。チラシは巻いた方がいいのかということについてお伝えしたいと思います。まあ、実際、まあ、チラシってすぐ反応出たりとか出なかったりとか、やっぱセンサー万別で、基本的にはチラシって認知広告ですね、知ってもらう駅の看板とかの広告になります。例えば駅の看板見た瞬間めっちゃ行きたいと思って電話することってまずないと思うんですね。まあ、それにちょっと近いような感じがあるので、まあ、巻いた方がいいと思うんですけど、まあ、巻かなくてもいいかなっていうのは私はあります。どっちかっていうと、今ホームページとかですね、よっぽどおじいちゃんおばあちゃんとかじゃなかったら、まあ、チラシじゃなくてホームページのブログとかもっと、書いていった方が反応は高いです。まあ、あとはこれの、まあ、費用対効果を測る方法としては、例えば全体的に月に10万円、広告費かけた時と1万円しかかけなかった時、まあ、これでダイレクトにコンバージョンするかどうかはちょっと分かんないんですけど、10万円の時と1万円の時のホームページの反応率、アクセスの数、それを確認していただくといいと思います。あとはトータル的に1年間広告費かけて、どうだったか、そういうふうにこう反応ですね、まあ、1箇所だけ見るのもいいんですけど、全体的なリスティング広告とかかけた時に、売上利益がどうなってるのか、それを確認していただいて、例えば200万かけた時は利益が500万残ってた、で100万円の時は200万しか残らなかった、だったらかけた方がいいよねっていうふうになるんですね。なので単発で見るのもいいんですけど、全体的にこう総括して見た方が、いいので、反応認知でうまくいってるのにこれをやめてしまって、売り上げが全体的に落ちてるって可能性もありますので、そういうところですね、チェックしていただくといいと思います。では。